してご質問ですが、この地震のニュースを見せて、これは大変なことが起きたと日本で思いました。その要請を受けて日本政府は今回の、救助チームを派遣することにいたしました。私が団長を務めております。でこちらに伺って、本当にこの地震の怖さにまた改めて感じました。はい、トルコにはアファットという組織があって、そこが今回の地震対応に責任を持って取り組んでいらっしゃると認識しております。で私もこちらに着いてから毎日2回アファッドで行われる会議に出席しております。こうした国々の調整は決して、優しくないですけれども、アファッドは頑張って取り組んでいると思います。また捜索救助の現場でも、アファッドのチームがいろんな県から来ていて、それから他にも NGO のチームやその他いろいろと政府のチームも来て、みんなが一団となって困っている人たちを助けているのが非常に印象的です。日本では2011年3月に東日本大震災が発生しました。それに伴って津波も発生しまして、高いところでは20メートルを超えました。でその時にはそれほど高い津波を予想していなくて、多くの日本人が亡くなりました。今回の地震によるトルコ国民の犠牲者をはるかに上回る数の日本人が亡くなりました。トルコからも多くの支援を受けまして、支援チームも派遣していただきました。そのことを日本国民は今もよく覚えております。感謝しております。で今回は我々がトルコに来て、また他の支援も行って、トルコの国民を日本が助ける番です。